シガサファリ博物館は、滋賀県高架市しがらき町にある博物館。珍しい希少動物の剥製が集められた、自然、動物学博物館である。一人のハンターが自ら買った多くの動物が、剥製として展示されている、博物館。サファリは、スワヒリ語で、旅を意味しており様々に派生した語だが、最初に転化した、狩猟の意味を用いて、官名に用いている。 博物館建物の外にあるくぼみには、ギリシア神話に登場する狩猟の女神、アルテミスの像が置かれている。初代館長で、現館長の父である、近藤幸彦が、世界各地で、自ら狩猟した、動物約100点を剥製にして展示している。この中には、ライオンやサイなどのほか、日本で生態を含めて、唯一展示されている、ボンゴなどの希少なものも含まれる。 展示室は本館とアフリカ館の2つあり、本館にはアジアや北、アメリカ、ニュージーランドの動物が展示されている。近藤は日本で1934年から80代まで狩猟を行っており、1971年から96年にかけては世界で狩猟を行っていた。現在は近藤の息子が館長をしている。公式サイトアクセスページを参考に、 一部改編、JR 東海道本線、草津駅より、JR 草津線に乗り、清井川駅で、しがらき高原鉄道しがらき線に乗り換え、しがらきぐ駅下車ごと歩で北へ300メートル。JR 東海道本線石山駅より、低山湖南バスしがらき駅に乗り、雲井駅バス停下車ごと歩で北へ約1キロメートル。新名神高速道路しがらきインターチェンジ降りて、右折してすぐ。 ありがとうございます。